岩出レアは、日本女子の陸上競技選手。専門は長距離走、マラソン。1994年12月8日、三重県津市出身。津市立一市中学校時代に、陸上競技を本格的に始め、全国中学校駅伝大会には、津市立一市中学校メンバーとして1年時、2年時と2回、連続出場し、2年時では2区を走り、 通過順位を22位から12位に押し上げる区間7位の走りでチームの7位入賞に貢献した。中学3年時では第28回高校坂月全国都道府県対抗女子駅伝競争大会に三重県代表として出場し中学生区間のハックを走った。中学校卒業後陸上競技の名門である愛知県の豊川高等学校に進学。 高校3年時には、陸上部女子チームの首相を任され、第24回全国高等学校駅伝競争大会に行く奏者として出場し、トップと6秒差の5位でタスキを渡した。その後は、下級生のサンクスミアズササ、4区関根花館、極堀、湯からの巻き返しで準優勝に止まり、豊川は大会3連覇を一した。 岩では自分のせいで負けたと悔しい思いであったという。2013年、豊川高等学校卒業と同時に、実業団の能力に入社。実業団選手となってからは、北連ディスタンスチャレンジや、実業団女子駅伝西日本大会、全日本実業団対抗女子、駅伝競争大会などに出場。2013年産業女子。 ロードレースハーフマラソンの部に出場して4位に入って1時間9分45秒のジュニア女子日本記録を更新した。2014年第21回世界ハーフマラソン選手権大会では代表選考レースであった前年の三洋女子ロードレースでジュニア日本記録更新での日本人2番目の成績となり将来が期待され日本代表選手に選出された。 同年3月29日のレースでは、個人19位の成績であったが、団体戦で日本女子が3位となり銅メダルを獲得した。世界ハーフマラソンの後も、小田美紀記念国際陸上競技大会をはじめとして、トラックレースに出場し、10月26日の実業団女子駅伝西日本大会に参加奏者として出場した。 3週間後の2014年11月16日には、自身初のフルマラソン挑戦として、世界陸上北京大会、女子マラソン代表選考レースの横浜国際女子マラソン大会に出場。レース終盤までトップ争いを演じる、検討ぶりで2時間27分台のゴールタイムで3位に入選した。岩出が出したタイムは、 堀江地下が2000年長野マラソンで記録した2時間29分12秒を更新する10代女子日本最高記録となった。翌2015年3月8日開催の名古屋ウィメンズマラソンに出走、再び同年8月開催の北京世界陸上女子マラソン日本代表を狙ったが 20km 手前で先頭集団から徐々に遅れて、 結果2時間29分台の日本人合着、総合8位に止まった。2016年3月13日、リオデジャネイロオリンピック女子マラソン代表最終選考会の名古屋ウィメンズマラソンに出場。30km 地点まで先頭集団に加わり、それ以降は優勝争いから遠ざかるも、自己ベスト記録を3分近く更新する2時間24分台のタイムで、 日本人4着、総合5位に入った。2016年9月25日、地震初の海外マラソン挑戦となる、ベルリンマラソンに出場、自己記録更新を目指したが、日本女子主位の総合4位ながらも記録は2時間28分台に止まった。翌2017年3月12日、3年連続で、名古屋ウィメンズマラソンへエントリーしたが、本番数日前から、 右足指の痛みが響き、7km あたりで第二集団から離脱し、結局 18km 付近で途中棄権した。2017年5月31日付で、マラソン千0年のため農立を退社し、ドームに移籍した。2017年11月12日開催の埼玉国際マラソンへ出場するも、予期せぬ、スローペースと強風の影響からか 30km 過ぎで、 優勝争いから脱落。日本女子トップの総合5位ながらも、タイムは2時間31分台に止まり、マラソングランドチャンピオンシップ出場権獲得は、ならなかった。翌2018年1月28日開催の、大阪国際女子マラソンへ、国内招待選手としてエントリーしていたが、右太ももの故障により欠場を表明。2018年3月11日開催の名古屋、 ウィメンズマラソンへ国内招待選手としてスライド出場。25km 地点まではペースメーカーの先導をする先頭集団についていったが、それ以降は優勝のメスケレムアセファや高校の後輩である関根花館らから徐々に離された。それでも以降大きくペースダウンすることなくうまくまとめて関根に次ぐ総合4位、日本女子2位でゴール。 タイムは2時間26分台をマークし、ようやくマラソングランドチャンピオンシップ出場権獲得を達成した。2019年3月10日開催の名古屋ウィメンズマラソンに2年連続して出走。32km 過ぎに日本人で一時首位に立った福祉加代子に引き離されるが、レース終盤の 40km 手前あたりからラストスパートをかけて福祉に もうさし 40.8km 地点で復讐を逆転。結果日本選手としてトップの総合5位入賞を果たし、さらにマラソン自己記録も46秒更新する2時間23分台の好タイムでフィニッシュした。2019年9月15日に開催された2020年東京オリンピック選考会のマラソングランドチャンピオンシップ女子マラソンに出場。 序盤から 5km ごとのラップが16分台のハイペースへ果敢についていったが、その後 10km 地点前では、早々、第2グループの集団からも脱落。中間点では1時間14分19秒もかかる苦しいレースとなり、30km 過ぎで上原美幸がリタイアしたため、女子は岩出が最下位となってしまう。 岩出自身も途中危険を何度も考える中で懸命に走り続け、ラスト約 1km は沿道の観客とハイタッチをしながら、9位の最終走者として2時間41分台の記録でようやくフィニッシュ。ゴール後の岩出は、今日は沿道の声援のおかげでゴールにたどり着けた。とても嬉しくて泣きながら感想を目指していたと涙を流しつつコメント。その上で、 このままで終わりたくない。まだ諦めてはいない。残りの国内選考会で、東京五輪女子マラソン代表の残り1枠を狙うと公言している。MGC ファイナルチャレンジ第3弾、最終選考会だった2020年3月8日、開催の名古屋ウィメンズマラソンへ6年連続して、出走。レース序盤からハイペースで進む戦闘集団へ、積極果敢についていったが、 1 5トル付近で集団から交代。結局2時間28分台の総合9位、日本女子5位に止まり、念願の東京五輪代表入りは果たせなかった。2020年8月31日付で、岩手からの申し出により、アンダーアーマーアスレチッククラブを離席。当面はフリーで競技を続行し、スポーツギフティングサービスアンリムを利用して、活動費としていく予定とした。 帝京大学医療技術学部教授で帝京大学ラグビー部監督を務める岩出正幸はおじにあたる。正幸は2014年11月16日に明治大学に勝利して関東大学ラグビー対抗戦グループで4年連続優勝を決めた後の記者会見でレイヤーのことを聞かれて勝ち気で勝負に向かっていく子です。立派な成績やなぁと総合を崩しながら語った。 ありがとうございます。